はようございます。おはようございます。サマルカンド、はい、来ましたけど、はい、思ったより綺麗だね。綺麗というか整備されすぎというか、人工的な感じも良くも悪くも、テーマパークみたいな、なんか、うん、ここはね思ってたのが数倍衛生的で綺麗でって感じだね。建物の中入らないとちょっと風情を感じられないかもしれない、ね、このままだと。まあじゃあ風情感じそうな食べ物探しに行ってね。すごいサラサラしてる、なんか全然トロトロしてなくて、うん、おいしいけど、はい、ご飯を食べて、はい、これ今見えてるのがビビハニムモスクっていう、なんか今 Google によると、この基本的に1400年代のもの、うーんで、まあ部分的にタイルとかは修復されてる感じが、うーん、すげえな、ね、綺麗、思った数倍でかかったな、ね、模様が綺麗だね。ね、じゃああれだ、なんか羽織ろうか、羽織った方がいい、ね、そうね、行ってみますか。スケールがすごい、ね、行ってみますか。じゃあうろうろ歩いてみます、うん、あそこモスク、ね、あそこモスクだね、綺麗、いやー綺麗だ。幾何学模様がすごい、ね、たくさんの種類あるね。思ってたより本当に時間かかっただろうね、作るの。この巨大さが伝わるかな。確かに崩落しそうな、確かに、でも広いよね、広いね、こういう感じなんだね。もともとどんな感じだったんだろうね、なんか外観だけこんなにタイル頑張るとも思えなくない？もともとは中も綺麗だったのかな？ね。ね。右のタオル、タイル。タイルは、あの、帯になってるところ。帯になってるの分かる？これの？これ。真ん中？これ。ここ？これ。あ、そう、これ。青いところ、あ、横長になってるとこ、そうそうそう、はいはいはい、ちょっとペルシャ文字っぽくて可愛い、どうだ、2だね、昔はこうだったのか、なるほど、外側のタイルは、外側のタイルは
なり後から貼り付けられた。可能性あるよ、そうかもね。当時はこんなにタイルが綺麗じゃなかったからね。ね、だってね、結構ね、違うよ。本当なんか白黒だからさ、ちょっと分かんないか。そしてお土産屋さん、ここは中に入れると。これてっきりさ、モスクっていうから今もなんか普通にそういうふうに使って、お祈りがね、されてるかと思ったね。ここでも全部あれだよね、もう観光地化されてるよね。モスクとして今使われてないよね。使われてないけど、まあ、まあまあまあなんか、うん、サマルカンド全体だけど、うん、観光で食べていく気概を感じる。そうね全量、全振りしてる感じする。結構かなり整備されてて、なんていうかその古い時代の香りをあんまり感じない。感じないね。まあ、全てを見てないからなのかね。そう、綺麗だけど、ここだけを見て中央アジアってこんな感じかっていうのはだいぶ違うよね、多分。それは違うだろうね。綺麗だけど。アウトレットみたいじゃん。アウトレットみたい、なんか。ね。なんか、ほんとそう、言えてみよう。アウトレットあるよね、こういう。アウトレットみたいな感じだね。アウトレットでお店の代わりにモスクみたいな。ね、感じの、なんか人工感を感じる。感じるよね。でも、なんかすなわち綺麗ってことだし。そうね。嫌いなわけじゃないよね。うん。ただなんかその生活感はないから。そうね。美味しかった。美味しそう。珍しい。ちゃんとリチに測ってくれる。美味しい、甘い。練乳みたいな。うん。美味しい。濃厚。ミルクソフトとか、バニラじゃないの？ミルク。思ったより美味しい。OK? Thank you. まぶしい、この板が。11世紀、12世紀。はいはい。行ってみようか。すごいね。こうなってんだ。すごいね。すごいね。すごいね。綺麗ね。ここは中もこういう風になってんだね。うん、こんな綺麗な棺を入れてもらえるなんて幸せだろう。ここ中まですごいね。
ね、本当に綺麗ですね。ここが一番最深部ね。え、とことん楽しめる場所だね、サマルカンドブルー。綺麗、この模様の違いがすごい綺麗だね。いかがでしたか。楽しかった。楽しかったとも違うか、綺麗だった。本当にちょっとね、やっぱお人ここに眠ってるお一人お一人の歴史を知らないから、やっぱりちょっとこう歴史を知ってから来たというよりは、建築物としてそうね、視覚的に楽しいんだっていう感じだったんだけど、技術の結晶だなという感じで、ね、すごいよね。綺麗、本当に綺麗。だからこのイスラムのあれで制約がある中でも、このさ、うんね、あれを称えようとしたその涙ぐましい努力というか、動物とか人を描けない中で ね、 ね、まあそれなったら多分こういう幾何学模様とか色で表現する方向に行くんだろうね。とここお墓じゃない、お墓の集まりをこんな風に綺麗に彩るっていうのが、これまた素敵だなと思って。確かにね、してなんかその締めっぽく締めやかに、そうね、おとなしい色でっていうんじゃなくて、もう素敵に素敵に飾りているっていうのが、なんかすごくそれもそれでリスペクトの形かなと思いますね。